しくお願いします。待ってるね。明日って会場なんだっけ、ブルーライブ、ゲバント会場どっちだっけ。あ、ブルーライブか。ブルーライブやった。いや、ブルーライブ好きなんですよね。ゆうさんだけ違うとこ行っちゃう。行かないよ、みんなで一緒に行くから。晴れてる？晴れてるよ。あ、でも晴れてはいるけど曇りかも、うん、曇ってる。曇ってます。間違えていかないの、ね、大丈夫です。リオ一人じゃ行くわけじゃないから。そう、昨日の聞いてください。本当にトラウマなことがありました。いや、もう思い出しただけでやだやだ。カラコンしてないよ、もともとこういう目です。本当にもう思い出すだけでもう嫌だ、嫌なんですけど、昨日本当に嫌だ。そう、昨日ね、寝る準備をしてたんですよ、お家で。それはお家だろうって感じなんですけど、お家で寝る準備をしてて、リビングでねしてたんですよ。で、なんかマーナとパーナはあのプーナのあのプーナの爪切りをしてて、で寝る準備してたんですよ、リオ。そう、リオが寝る準備してたんですけど、化粧水みたいな、なんか保湿の、顔に塗る保湿みたいなやつを塗ってたんですよね。塗ってたら、え、なんかパニックになって覚えてないんですけど、あんまりパニックになって本当に覚えてないんですけど、多分手にカメムシがいて、多分手にいた。やばくないですか、今考えたら。で、えっと思って、で、なんか塗ってた時に手にカメムシがいて、で多分とっさにうわーみたいになったんですよ。そう、うわーってなって、でカメムシが床に落ちて、なんかジジジジみたいな音を出して、うわーみたいな。そうで、もうパニックすぎてめっちゃ叫んで、そうめっちゃ叫んで泣いたんですけど、そう号泣して、そうびっくりもあったし気持ち悪くて号泣して、で多分リオが払いのけたから、そう多分リオが払いのけたんですよ。だからその衝撃によって、あの匂いを放ったんですね、強烈な。めっちゃ臭かったです。え、リオ、カメムシの匂い初めてで、多分匂ったかもしれない。そう、すごかったよ、家中がもうカメムシの匂いがして。でもちろんリオの手に多分ついてたから、リオの手にもカメムシの匂いがして、もう
ゴシ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 めっちゃもう洗ったんですけど、そう本当にトラウマです。トラウマになりました。そうっていう話で、なんかカメムシの匂いってこれかってなって、いやカメムシの匂いあんま嗅いだことなくて、多分初めて、人生で初めて嗅ぎました。でその後なんかジジジジとか言いながら、あの羽を広げて飛ぼうとしてたんですね。でもリオは逃げて遠くの方へ遠くの方へ逃げて、本当にもう放心状態。カメムシがリオの手に乗ってたなんてみたいな。そうパーナがティッシュでつまんで外に放ったんですけど、もうなんでリオの手にいたのか分かんないし、そもそもどういう状況でリオの手にいたのか本当に分かんないんですけど、いや本当にリオパニックだったんですよ。ほんまにパニックでした。リオ放心状態、もう本当にこの世の終わりかと思いました。ありがとう。そう香りがすごい、ほんまにトラウマでした。え、もうやだやだやだ。いや、また家にいるのかと思うと、なんか、いるかも、みたいな思ったら、なんかちょっと、ほんまに、やだ。受験さん、ありがとうございます。高校1年生15歳のありがつんこと、岡村りゅうです。フォローしてください。でした、ありがとう。でも、その後、ムカついたのが、マーナとパーナがプーナの爪切りに必死になってて、リオのことなんか気にかけてもくれなかったんですよ。なんかいけんかったねとか、なんか普通ね言ってくれりゃいいのに、プーナの爪切りに必死で、なんかリオのことなんか無視だったんですよ。ひどくないですかひどくない？そう放置されてました、リオ。そうすごい暗闇、夜や僕は詩人にする、え、めっちゃ暗いね。綺麗事では終わりたくない、生きることに傷つきうろたえてふさまでいたい。コリオパワーでカメムシを握りつぶせばそんなことできると思いますか？そう、かわいそうでしょ。カメムシ結構大きかった？めっちゃ大きかったよ。え、うわ、キモ黄緑でした。黄緑の結構大きめの黄緑で、え、なんか光沢もあったかも。なんか黄緑だけど、あの上らへんがなんか緑の光沢になっててなってたような気がする。いや、ちょっと思い出したくないわ。うわー、ほんまに無理かも。あー、もう匂いはしないです。もうカメムシじゃない。そう、もうカメムシの匂いはしないけど、ちゃんと洗ったから。てかカメムシってさ、前足長いよね。前足長くないですか？なんかイエーイみたいな感じで前足長い気がする。茶色のやつもいるね。いるよね。ほんまに無理。ほんまに無理でした。助けてみんな。本当にトラウマになりました。今までで一番トラウマ。そう、しかもそこら中にカメムシいるじゃん。本当に、ね、
しちゃん。おかりよしより先にカメムシがリオツンと握手した。確かに。おかりよしの方がカメムシに化けてリオの家に侵入したのかもしれません。カメムシ悪いやつだな。握手会にフライングしたってことだよ。しかもリオの家に来て。リオの家に来て、おかりよしのみんなよりフライングしたんだよ。カメムシ。しかもその後匂いを、強烈な匂いを放ちやがって。このカメムシもう出禁です。カメムシ出禁です。出禁ですね、これは。そうだよ、しかも無料だよ、無料。ただただですよ、やばくない？そう、通報しなきゃね、警察呼ばなきゃ。そうだよ、ただでリオに触れられるなんて、そんな甘くないぞ。そんな甘くないけど、出禁ですね、カメムシちゃん。洗濯物とかについてきちゃうね。確かに。この配信はいつまで？5分まで。9時5分までします。9時5分まで。になったら壇上読みます。眠い。また虫の話。いや、ほんまに、いや、昨日のこともあるけど、ほんまに今年なんかそういうさ、虫のさ、虫の何かがあるんかな。なんかほんまにめっちゃ虫が絡んでくるんですよ、リオに。めっちゃ本当に、疲れてる虫に。爪切りの時プーちゃんおとなしい？多分おとなしい。いや、もうそれどころじゃなかったもん、リオ。カメムシ、カメムシがもう大変で。カメムシとバトルした後すぐ寝られましたか？うん、すぐ寝たけど、でもなんか布団とかにもなんかカメムシがいる予感がして、めっちゃ匂いました。さっきあの嗅いだカメムシの匂いないかなみたいな。そう、匂って。お出かけじゃないです。お仕事です。そう、まあ虫キングだからね。虫キングリオツンだから。そう、今日もね、一日お仕事なので、今日の配信はこれで終わりです。夜は多分時間的にできないので、夜の配信はこれで終わり、夜の配信じゃない、配信は、今日の配信はこれで終わりです。
何回も手洗った。うん、本当にもう手が取れるんじゃないかってぐらい手荒れました。今日もさ、6時前ぐらいに起きたんですけど、起きたらすぐ朝ごはん食べるんですよ。だからもうお腹空いてきた。明日も朝配信？うん、明日も鼻だれがあるので朝配信です。こっそり配信見てます。こっそりじゃなくてしっかり見てください。今日のお仕事途中ご飯食べれそうですか？わかんない。あ、でも移動中に食べれるかも。今日はなんかすごい長時間の移動だから移動疲れしそう。源さんありがとうございます。高校1年生15歳のリュウツのこと岡村リュウです。フォローしてください。あ、3分になりました。男女見ます。13位ローグラスさんありがとうございます。12位カドマチュさんありがとうございます。11位台湾高尾さんありがとうございます。10位ゲンテさんありがとうございます。9位ガンジャヨシさんありがとうございます。8位イワちゃんさんありがとうございます。7位ヒカサノタケさんありがとうございます。6位アヤさんありがとうございます。5位シャガラピーさんありがとうございます。4位鈴鹿さんありがとうございます。3位小原さんありがとうございます。2位吉蔵美さんありがとうございます。そして1位はドゥルドゥルドゥルルルルバン、ゆずきちさんありがとう。ありがとう、皆様ありがとうございました。ゲリラで車でしたが来てくれてありがとう。明日も朝配信です。今日はこの配信で終わりになります。今日は緊張しますが頑張ります。緊張する。そう、大人の方がいっぱいいる。大人の方がいっぱいいますが、おそらく頑張ります。ドキ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 。テロップって出たよね。テロップって出てる。あ、出た。 OK、ありがとう。それでは終わりたいと思います。行ってきます。緊張するけど頑張ります。それではバイツー。
また明日ね。はい、じゃあ。